ABCD は一辺が 10cm の正方形です。辺 BC、辺 CD 上にそれぞれ点 EF を通り、頂点 A から線分 EF へ垂線を引いた時の交点を G とします。 AD イコール AG の時、次の角等に答えなさい。括弧1、三角形 ADF と三角形 AGF が合同であることを次のように証明しました。四角 A、四角 B に当てはまる式をそれぞれ書きなさい。証明、三角形 ADF と三角形 AGF において ADF と AGF において、この問題の AD イコール AG のところが A に入ります。 AD イコール AG、 これ仮定ですね。丸2の方、今度は90度のところ、三角、角の ADF、ADF と AGF がそれぞれ B のところに入ってイコール90度、丸2です。また、AF と AF となってますけども、これはどういうことかというと、A からですね、この F のところは共通ということですね。丸1から丸3より三角形、直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから、三角形 ADF 合同三角形 AGF となります。括弧2、角 DAF イコール16度の時、角 FEC の大きさを求めなさい。DAF16 度、これは同じくですね、角の GAF も16度です。その時に、角の FEC ですから、この括弧に赤く書いたところを求めなさいということですね。赤く書いたこの括弧2と90度の FCE を足したものはですね、三角形 FEC の外角ですから角 DFE と同じになります。まず角のですね、 DFA または角の AFG、 ここの角度はですね、90度ですから90度から16度を引いたものですね。それが2つあると、角、それが DFE です。そこからこの90度を引けば括弧2が出ますので、括弧90度マイナス 16×2 マイナス90度で58、角 FEC は58度となれば正解です。括弧3、 F イコール5分の 42cm の時、三角形 FCE の面積を求めなさい。FCE の面積を求めますけども、その他の面積、四角形のところ ABEFD の面積を全体の 10cm×10cm の面積から引けばいい、出てくると思います。ここでですね、さっきやりました三角形の ADF と AGF は、合同ですので AD イコール AG イコール 10cm、 しかも AB も 10cm ということは、三角形の ABE と三角形の AGE はですね、AE が共通で、しかも直角 AGFABE は90度、AB と AG が 10cm と等しいので、三角形の ABE と三角形の AG は直角三角形の斜辺の他の一辺がそれぞれ等しいということで合同になります。5分の 42×AG で三角形の AFE の面積を出して、それの2倍を全体の10から10から引けば三角形の FCE の面積が出てくると思います。A プラス B は EF と等しいので5分の 42cm、 三角形の FCE はすなわち 10×10 マイナス2つの 2×2 分の 1×EF×10100-80 の16平方センチメートルとなれば正解です。